放送席そしてイーグルスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事なピッチングで6勝目、永井投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。今日はチームが5連敗中ということで、何としてもこの連敗を止めたい、そんな思いがあったと思いますが、いかがでしたか？そうですね、本当にオールスター明け、負けていたので、何としても、連敗も止めたかったし、やっぱりね、ホークスをね、やっぱりホークスに勝てたというのが本当に自信になります。はい、立ち上がりから丁寧なピッチングが光りましたね。そうですね、それよりもやっぱりね、野手の方がすごく打ってくれたので楽なピッチングができました。はい、打線の援護に守られてということだったんですけども、今日のピッチングの中でご自身の中で一番良かった点はどんなところですか？良かった点ですか、そうですね、まっすぐ良かったと思います。はい、今日はコーナーにも決まって、そして緩急も効いていましたね。もう僕がね、そのスタイルだと思っているので、それを本当に継続していればもっともっと勝てると思っているので、これからも頑張ります。はい、永井さんはこれで2連勝、これからもさらに波に乗っていきたいですね。もちろんやっぱりね、勝たなければいけないですし、やっぱりチームももっともっとね、勝てるチームなので、もっともっと上を目指して頑張りたいと思います。さあ、それではここからの楽天の反抗を期待しているファンも大勢います。最後にファンにメッセージをお願いします。今日でやっと連敗止まりました。これから一つ一つ勝っていくので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事なピッチング6勝目、永井投手でした。放送席どうぞ。